私今日4時起きやったけど、ああ真っ暗な時から起きとるんや。今年夏とかどうなるん、部活できるんですか。できる、どんな感じ。今って部活どうなってるんやろ。何語だこれは、何語だ。ボンジュール、ボンジュール、フランス語かな。ボンジュールハンデース、ハンナハンかな。あ、親方って読みそうになった。朝方か、めっちゃ親方って読んでた。やば、危な。でこれはねちょっと思う、ちょっとやばい言ってた、やばいやば。朝方、最近は朝に、最近は朝方です。ここ1ヶ月2ヶ月は朝方なんですけど、そうでも普段はめっちゃ夜方です。なんか最近自粛期間に一周回ってっていうんですか、めっちゃ健康的な生活送ってます。朝めっちゃ配信してるんですか最近。お、ジューンブライド、あ、ね、あ、そういうことか、ギフト、なるほど、そっか、6月やもんね。おお、なるほど、そういうことか。流行語、いや、流行語ですねやばい、口癖、イエーイできてる。あ、主権さん、トマさん、あ、かわいいね、どう来てくれてありがとう。ハンナって言います、よろしくお願いします。イエーイ、あー、ぜひぜひコメントありがとう、お待ちしてます。ウィンクできるかね。お、おはろく、おはよう、どうした、できる。おはようございます、おはよう、朝配信なのです。わ、光がめっちゃ出てきた。あー、巻いてくればよかった、まあいいや。うわ、親なんて何でもいいのさ。お、早起き、毎日早起きなんだよ。早起きです。すごい、皆さんも早起きですね。早起き、おはようございます。お、昨日2ヶ月ぶりに電車通勤したけど怖くてやっぱり車。あ、ほんとね、車ね、電車通勤今は多分結構ね、時間帯とか何時が多いとかあれよね、電車結構人おるからね、怖い。うん、車気をつけて。スラッパーギターで言うとオクターブのところ一音ずつ音鳴らしてるイメージ。え、そうなの。なんかよくわかんない、打ち方がもうがちょっとわからんっていうのもあるんですけどね。ベルーちゃんに一回ロカダニで教えてもらったけど、なんかうんうんってなってた、ね、でもやってみたいな。そう、今はピックビキなんですが、ほんとやってみたいな。できるのよ。お、すごい。お、はなちゃん学校は好きでしたか。学校好きでしたか。学校普通に楽しかった、普通に楽しかった。でも朝が本当に、そう、今はめっちゃ早起きしとるんやけど、朝は弱いから、そうなんですよ、もともと朝は弱いので、ね、もうほとんど目開いてなかった、マジで半目で学校行っとったそう、学校の、お昼の後の授業がめっちゃ眠くなって、ほんまに眠気の戦いみたいなならへん、ある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 じゃないかな。こんにちは、おはようございます。サンチ、おはよう。エイリー、おはようございます。もうすぐ部活始まります。あ、ほんまに部活始まるか。あー、よかったね。なんかなかなか部活とかね、できんからね、あるよね、集団がみたいな言われるから。ほんと、それ嬉しい判断がかれた、やばい、付け火するわ、頼んだやばい、眠い。余裕違いがひどい。あー、エイチョルさん、ハート、ありがとう。イエイ。あ、今日6月9やね、強気取った。6月9、そう、6の日なんですよ。6月9で6の日です。6だ。
住んでる和歌山県、和歌山県は6月15日から全県立高校で全校一斉登校、あ、6月15日から一斉登校なんや。6月15日、じゃあ来週から始まるんか。和歌山、そうやったんや、和歌山県。そっから普通に、夏休みとかも学校ありますか？学校行ってる人たちとか、どう？学校ある？夏休みどうなるんかな。相方ついてきやす、ね、ついてきてくださいあ、なんちゃん、おはようございます。おはようございます。おはよう。あ、来年和歌山県で行われる全国総合文化祭囲碁部会という委員会で副リーダー。すごい。囲碁できるんですか？すごいな。私囲碁は打てないんですよ。将棋は打てるんですけど。すごい。囲碁ってあれよね、線のあの重なってるマスにの点の上に置くやつよね。あれってどうなったら勝ちなんですか？すごい。強って前髪割れるね。前髪割れるよね前髪割れた。そう、最近前髪切ったっていうのもあって、なんか前髪行方不明、ちょっと薄い、今日は薄め、ね、あるあるわかる。お、今日から朝から、今日から今日もうか、朝からハンナいたわ。お、ハンナおるよ。ハンナです。おはよう。おはよう。おはよう。眠いってきてる。おはようございます。おはよう。めっちゃ早起き。おはよう。今日ロックの日。おはよう。今日の形の服めっちゃ可愛い。あ、ほんと、なんかレースっぽい感じの服です。今日なんか最近、昨日もやったけど、なんかちょっと朝だけちょっと涼しくない？だけどなんかお昼とかめっちゃ暑くてやばい。焼けちゃう。なんかもう焼け焦げる。溶ける。朝弱いって説得力なさげめっちゃバリバリ朝に 言っとるからね。確かにバリバリ説得力ないな。早起きさん、おはようさん。早起きさん、おはようさん。花さんですよろしくお願いします。体育好きやった？体育普通に好きです。体動かすの好き。あの何やったっけ、ランニング、なんていうの、長距離は苦手なんですよ。なんていうんだっけ、マラソンはめっちゃ嫌いやった。そう、短距離タイプなんですよ。だから、ね、そう、瞬発力タイプなので、そう、マラソン全然走られへん。そう、 3.5 キロを1時間ぐらいかけて走ってた。40分とかでしたっけぐらいかかって走ってましたやばい、走れる人すごい。濃い話し方が山本さやかさんに似てる気がします。あ、本当ですか？本当？自分の声ってどんな感じの声なんやろうってめっちゃ思うんですけど。本当？山本さやかさんめっちゃ歌うまいから。本当？それ嬉しい。本当ですかあ、それ歩いて泣いてきた。そう、マラソンなかなか、そう、歩いてました。だから何やろ、あの瞬発力タイプので、あのマラソン走るじゃないですか。用意スタートって言ってめっちゃ走って、でガーッと走って、で休んで、歩きながら歩いて、でまたガーッと走って休んでみたいな感じ。ウサギみたいなタイプですウサギとカメのウサギみたいなタイプですガーッと走って休んで、走って休んでみたいな感じ同じタイプの人いないかな。お昼の後眠くなるから食べ過ぎないようにしてる。私もお昼食べたら必ず眠くなってめっちゃうとうとしちゃう。そう、なんていうん、ガクってさ、落ちないようにするのが、ね、あれどうやったら大丈夫なんやろ。そうあの眠気と戦うのが大変。たまにノートとか文字すごいことになって書き直したりします。あのお家帰ってうわーみたいなめっちゃ眠かったんやみたいな、あるあるじゃない。なんやろ、学校あるある、皆さんありますか？なんかあるあるあるかな。ツイッターフォローした、ショールーム頑張って、とたまさん、ありがとう、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いします。また来てください。
嬉しい、ありがとう。ツイッター、インスタやっております、ハンナです、よろしくお願いします。朝配信すっぴんではないの、すごい。だメイクをしてから配信してます。1時間ぐらいかけてめっちゃゆっくりメイクしてます。おはようさん、おはようさん、おはよう、おはようございます、おはようございます。クライフさん、お初見さん、コメントありがとう、嬉しいですね、とありがとう。作家のカズハナです、よろしくお願いします。来てくれてありがとう。あ、ギター持ってるアバター、赤のエレキギターじゃないですか。シュキーンシュキーン。炭水化物取りすぎると血糖値が急に上昇するから眠くなるんか、眠くなるんか。でもご飯食べんかったらさ、そうな、ね、なんかもう、ね、ご飯ってなるしな、難しいな難しい。おはよう、おはよう、昨日も来てくれたった。夏休みはほぼ、お盆休み、あ、ほんと、じゃあもう毎日学校に行く感じになるのか、大変。あ、そっか。おはよう、はなちゃんが配信始めたおかげで寝るチャンス逃したで、ね、ほんと、ほんと、はしみるほんと、おはようございます。あ、おやすみかな、おやすみでも、お疲れだったらお休みですよ。お休み言ってくれるのはでも嬉しい。コメントありがとう。おはなちゃん、おはなです。将棋でもすごい。本当、将棋は指せるんですけど、囲碁の語彙力。そう、囲碁はそうできへん。やってみたいな、でも。囲碁は簡単に言うと陣地取り？オセロみたいな感じ？オセロはできます。あ、そりゃそうかオセロはできる、できるけど角取ったら勝ちですよね。え、囲碁か、囲碁の、囲碁ひっくり返す、ひっくり返しても碁石って色一緒かやばい、ひっくり返しても一緒や。え、挟んだら、え、どんな感じなんやろ。陣地取り、おはようそうだ、お、今日も早いそうだ、今日もそうだ、残ってるそうだ残ってそうだ、残っているそうだ、そうだが残っているそうだ8月目、お、8月目いただけましたら感動させていただきました、とカレントありがとう。いつもこんな早く配信しとるんってきてる、いつも早く、昨日も今日もですね、朝配信で、最近この、ね、最近ここ 1、2ヶ月は朝早く配信してたりもします。また夜とかに配信したりするかな。そう、今自粛期間中でというのもあって、あ、早く配信してたりしてます。ハンナは氷属性、氷属性ハンナは一体何属性なのか、氷ですか、焼け焦げないで溶けないでね、氷属性だから溶けます溶けます、やばい、本当に暑い最近ね。今日何、30度いくんやったっけ、なんか今日めっちゃ暑くなるよね。皆さん本当ね、あの夏バテにお気をつけくださいね、時夏バテっていうんだっけ、ね、お気をつけください、怖い。おはよう、おはよう、カイド、ありがとう。お、ハンナって運動得意なの、競技とかは。運動はね、得意です。今はでも全然運動してへんけど、あの学校、高校とかは普通に運動とか得意ですでもだんだん体とか硬くなってきて、年々やばい、本当に多分足の、あの速さとかも落ちたと思うけど、運動は好きです、得意な方やと思う。球技はあのサッカーとかバレーボールとかやってたからいけるけど、あのちっちゃいボール以外はできるかな。野球とかはできないんですけど。お、いつも4時から5時起きを10年以上やってる。すごい、わー、すごいですね。あ、お疲れ様です。
ンマンみたいな顔してる。結婚して以上に反応も投げ、反応も投げるのも友のもギフトない。ないかないかないか、確かにないかな。確かにないかも、確かにないかも。ほんまやな。大学あるある行けない、大学あるあるね。今はあれやもんね、あのズームとかになってるもんね。あーおはよう、いえいえ。今日発売のボンボにコインロッカーズ乗るのかな。え、乗るっけ乗るっけ、なんか出てたっけコインロッカーズのあの連絡に。乗っとったっけな、公式のコインロッカーズの公式のあのに乗ってるかな、出てたっけ、もうだっけな。あ、今日はベーコンハムエッグではなくパンと豆乳お紅茶。あ、いいですね、豆乳お紅茶いいな。私も喉渇いたら豆乳飲みます。今日発売のやつ、え、出るかな、え、何も聞いてないよ、出てないかもしれん。あ、どうなんやろ。オフィシャルのツイッターもあるんですけど、オフィシャルのツイッターに載ってるかな。あ、てか今多分映ってない、あ、映ってない、うん、あれ映ってないよ、うん、映ってないな。そうかな、今日手ちっちゃいですねって今日手ちっちゃいです。急に大きくなってなかった。カフカの絶望を読みました、希望を持ちました。本当読んでくれたの、わあ、ありがとうございます、ね、ありがとうございますね。ハナの読書部ですね、カフカの、そう、絶望のやつ、あれめっちゃ面白くない、そうめっちゃ面白い。何の言葉が一番好きだった、どうやってくれたの、ね、すごい、あれは結構気軽に読めるから面白かった。ボンブ、ボンブ多分出ないかな、ハンナは出ないと思う。おハンちゃんの声って一回聞いたらまた聞きたくなる声、おーまあまた聞きに来てください。いつでも配信これ待ってます、そろそろ行きますってコメント来た。あ、来てくれてありがとう、ハンタさん、お、いってらっしゃい、お気をつけて、来てくれてありがとう、またまたお待ちしてます。ハンナおはよう、おはよう、おはようございます。アイスクリームありがとう、ありがとう、はい、おはよう、今日も早いね、今日も早い、早い配信なんです。どんな曲が好きですか、え、どんな曲ですか、え、私自身はそう古い洋楽のロックとかが好きですね。何の曲が好きですか、たくさん食べたいよね、分かれ目が深い。ね、たくさん食べたい、ね、いっぱい食べる君が好きになってください。はなちゃんおはよう、おはよう、きよ、おはよう、おはようきです、おはようございます、おはようきですね、ほんと早い、お早い、チンチンドリで空白のところが広い方がおかしいなる、あ、チンチンドリゲーム、あ、そういうことか、へえー、そういうことなんや、マジか、面白そう、やってみたいな、ね、やったことないんですよ、ヒゴやってみたい、面白そう、勝てるかな、勝てるかな、あ、なんか急に明るくなった、なんか太陽が、太陽が来ました、おはよう皆さん、太陽カロ取ったら勝ちではないけど、取った勝ちやすいけど取ったら勝ちではない。オセロね、オセロ取ったら勝ち、割と勝てる。ハナが溶けると豆乳の紅茶になる、どんだけ ね、わあ。いやでも本当に最近はマジで溶けてます、暑すぎて溶けちゃう。お、おいんちゃんおはよう、おはよう、ハナちゃん
豆属性強いんか、それは強いんか。でも醤油とか、え、意外と強いかもしれない。豆鉄砲くらえいける。はい、いいと、へい、すごいほっぺたみたいな。かもしれない。二度目のおはよう。おはよう、おはよう、おはようございます。キネがモブの投稿をリツイートしてた。本当、じゃあキネが出るんかな、私は出んかな。おはようございます。おはようございます。キネさん、おはよう、来てくれてありがとう。花です、よろしくお願いします。コメント嬉しい。豆乳のソーダアイス美味しかった。豆乳のソーダアイス食べてない。わ、思いきし、あの冷凍庫の中にいます。わ、そう、固めたんですよ。豆乳のソーダのパックがあるんですけど、それをあの配信ちょっと飲んで残りを冷凍庫に入れて固めてたんですよ。で、冷凍庫に入れてくるって言って固めて、2日前かで固めて、思いきし昨日忘れてた。え、今日食べます。わ、お昼とかに食べようかな。うわ、忘れてた。でも普通にあれ読んだんですよ、今評価的には。あ、気づいた。わ、教えてくれてありがとう。やばいやばい、食べます。大丈夫なはず、まだ。やっと怪我した顔面が元に戻りました。あ、本当、あ、本当、ね、あ、ね、よかった、ね、びっくりしたわね、本当によかったです、ね、あ、よかったよかった、ね、でもね、本当よかった、安心、安心した、よかったです。すごい痛そうだった顔、顔だったっけですよね。でもよかった。花以外見てない。秋元さんの歌詞ね、あるもん。え、何の曲やろ。本当。ハランちゃん早起きですね。おはよう、おはようございます。早起きです。表紙に取り下ろし、取り下ろしのグラビア&名刊ザ・コインロッカーズって書いてある。なんだろう。私は出んと思います。誰やろ。ちゃう。メンバーが出るかなやと思う、思います。あ、なんだこれ、紙ミドルタイムしますと、おやすみなさい、おやすみ、良い夢を。話す声が好き、あ、ほんまに癒されててください。有吉しグラビア、グラビアのメンバーだけなんかな、出るのかもしれん。花ちゃんゲームやる？ゲームやってますよ。ポケモン GO とかバンドリとかやっとる。ゲーム何やろっけな。あ、携帯はそれが入ってます。皆さんゲーム やりますか。何ゲーム、スイッチとかやる。あ、一応囲碁の近畿大会出場したことがある。すごい、大体のこと教えますよ。すごいな、すごいな、囲碁、囲碁すごい。あ、囲碁ってあれ取れるんですか。なんか将棋だったらなんか相手の駒をあの取ることができるんですよ。取れる、取って自分のものにできるんですよ。そう、だから相手の強いやつを取ったら自分がそうなんかめっちゃ同じのが2個とか出せるんですけど、できるんですか。あ、でも相手の、あ、待って、めっちゃアホなこと言った。待って、黒と白か、取られへんやん。白、あ、そっか、取れへんのや、囲碁って。うわ、え、黒と白やもんな。うわ、取れへんやん。え、不思議なゲーム。え、囲碁は取っても白と黒、白と黒やんな。で、相手の取っても自分使われへんわ。うわうわ、ね、じゃあ自分の駒だけでやっていくんか。え、あとあれもできへんよね、飛び級みたいな。そう、あの、マジか。なんかめっちゃ飛べる、あの砲やったらあの一歩ずつしか進めないんですけど、飛車やったらあの十字いけたり、そう、角やったらバッて斜めいけたりするんでしょ、将棋やったら。え、でもそういうのもできへんもんね。全部1マスしか、1マス、マスじゃないんか、
難しい、やばやばやばいやばいやばい、不思議不思議だ不思議だ、気づいてしまった。あ、花子起こせ、なう、なう、花ちゃん何時起きですか。え、今日は4時過ぎ、4時ちょっと過ぎぐらいに起きました。起きた、すごい早、今日も早起きです。今東京で一人暮らしでしょうかって来てる。お、今一人暮らしですかね。あの、行ったり来たりしてます。関西と関東行ったり来たりです。うん、みなみのおはよう、おはよう、結婚して、お、ありがとう、それぐらい大好きよ、大好き、ありがとう。ダイヤモンドハートに見せかけたダイヤモンド、むずありがとう、イエイ、おはようございます、おはようございます。暑いから朝からアイス食べたい、アイスね、アイス、そう、私も冷やしてた、思い出したから、食べたい食べたい、いいね、アイスもう食べた、え、初アイスもう食べました、やっと怪我した、あ、ね、ほんとね、よかったです、もう安心、加藤さんよかった、おはようございます、おはようございます。今食べないの、朝からアイスは食べれ、食べれ、食べれへんな、朝からアイスはちょっと無理、朝は全然ご飯食べれないんですよ、昼かな一番食べる。お話しよかった。無調整豆乳、無調整豆乳か。無調整豆乳はね、すごい飲めるの、すごい。私味付きのあの豆乳しか飲んでないですね。あ、北海道飲みました。あれ見つけます。買わないと。何の食べ物が好きですか。アボカドが好き。カリフォルニアロールとかと。アボカドが好きです。アボカド、はるちゃん昨日何時寝た、え、昨日何時寝やったっけな、何時寝だっけな、何時寝だっけ、なんか最近、そう、今、そう、ここ1、2週間、先週ぐらいからあれなんですよ、なんか夏やからか全然寝れなくて、そう、いつの間にか、そう、寝てるって感じで、なんか、そうで、なんかすぐに起きちゃう感じです。はなちゃんおすすめの兵庫といえば、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 ご飯かな、夜景かな、場所どこだろう、でも兵庫はご飯美味しいですよ。兵庫県といえば、ね、兵庫会いに来てな、兵庫、兵庫、マニアック、マニアックじゃないか、南京町とかどうですか、南京町おすすめの兵庫、ハーバーランドかな、でも有名だと、港取ったの、いたら相手が得しちゃう人生広がっちゃうやないかい、お、無事カントありがとう。囲碁は四方に自分の石を置くと取れるよ、あ、取れるんだって、取れる、自分で使えないけど取れるんだ、そうなんや、ね、あの相手を挟み撃ちすればいいんですね、なるほど、そういうゲームなのか、面白い、ゲームは種類がたくさんあるからその時は迷いますね、ね、迷う ね、 ね、いろんなゲーム、ね、します、あ、ね、大手大手、囲碁にも、ああ、平和みたいな、あ、ね、あれですね、1個飛び越えて2個のやつか、将棋用語、あるんや、そういうの、すごい、ハサミ打ちとかそんなダサくはないか、ね、ハサミ打ち、でもちょっとかっこいいかも、どんなのあるよ、お、ハンナのゲームに勝つとイエイイエイ連発しそう、あ、確かにやばいな、しそうですね、確かにほんまやん、おはよう、おはよう、
瞬きね、瞬き、こんばんは、ありがとう、ありがとう、ユニアさん、おはよう、ありがとう、へい、あ、ずっとつけっぱだった、戻ってきました、おはよう。ちょっと前に出た、安くなった中古ゲームを買ってる。あ、そうなの、FF、 なんだろう、ストリートファイターとか格闘系、あ、こうやってこうなってるやつ、多分なんかワンワンワンみたいなやつかな。すごい、スマッシュ大乱闘みたいな感じなのかな。大乱闘はね、ちょっとだけ友達でやってたりしてた、何やったっけ、Wii とかだっけな、みたいな感じかな。お、おはようグルト、おはよう。スマホ持ったまま寝てしまったことはない。私寝落ちはあんまりしないタイプです。ないかな、寝落ちないかな。兵庫ってマニアック。兵庫はでもご飯美味しいし、そうなんですよ、なんか結構いい、なんか何でもある気がする。パンダもいるし。パンダいるよ。どう？アニマ、どんなんやったっけ？何やったっけ？コマーシャルソング、それ何やったっけ？ホテルニューアージじゃなかった、何やったっけ、それなん、どんなんやったっけ。あなた、おはようございます、今日も朝配信嬉しいと、今日来てくれてありがとう。はなちゃんヘアメンテは月に何回、何回かな、何やろう、でもなんか撮影とか、何やろう、お仕事とかの前とかに結構するかな、じゃない時は自分でするかな、それにもよる、そう、あの、そうかなって感じです。そう、お仕事でめっちゃ、そう、なんかある時はもう、あの、1ヶ月ってか1週間に、なんか2週間に1回とか行ったりして、そう、ピンクだったりすると、そう、結構メンテが大変やった。そうなんですよ、あ、お家でやる時とやってもらう時とかで、ね、かるかな。オレンジハーブ、オレンジなんでオレンジって言ったんだろう、びっくりしちゃった。ライブハウスのチキンジョージにいたことあるよ。あ、本当、チキンジョージの前で撮ってるのが多分ツイートの過去にいるかな。本当ですか、わあ、ライブしたいなー、いつか。何のライブやろ。星集めに来たら、あ、星集めで、あ、はい、近い子がいた、あと、はんちゃん来てくれてありがとう、ザックイロッカーズのハンナです、わあ、おいでませ、ようこそ、おいでませ。ようこそハンナルームへ、来てくれてありがとう、ぜひぜひ、よかったらフォローしてください、ありがとう。コナンの映画来年の4月、あ、そうなー、なんかね、ニュースになっとったね、わー、マジか、楽しみがちょっと伸びますね、でもその分期待がワクワク、あー、回し蹴りですか。回し蹴り、プラスピ、なんだろう、どんなゲームですか、野球系、名前的に、カウント、ありがとう、ハンナー、おハンナー、おはよう、今日の豆乳持ってきましたよ、何豆乳でしょうか、今日の豆乳クイズ、おはようございます、高知さん、かい、ありがとう、キサギピンク好き、あ、ほんと、キサギピンクです、今はどんな感じ、あ、でもなんかまだ紫じゃないな、これはマゼンタみたいな感じの色ですね、キサギピンク、今日 の朝出した写真めちゃキサギピンクの写真です。ストロック、勉強してるときは寝落ちしかしないよ、ほんま、勉強机で寝られへんのやけど、すごい、なんかちょっと羨ましい。やってみたいな、寝落ち、あ、お疲れ様、あ、グリユイさん、あ、本当ですか、いや、めっちゃ可愛いからちょっとそれはいい、いやいや、ありがとう、おはよう、おはようございます、今
今日早い出勤なので、どういってらっしゃい、来てくれてありがとうございました。お仕事前にありがとう、気をつけて。杏仁豆腐、お、違います違います。あ、おはようございます。朝早いね、朝早い、おはよう。今日は4時起きです。ココア豆乳、今日はね、違うな、今日は変わり種、変わり種っていうの持ってきました。昨日は何やったっけ、お紅茶豆乳でした。ロックの日、ロックの日、そう、ロックの日です。見てくれてる、ありがとう。そう、ツイッター朝投稿してから配信始めてます。今日はロックの日です、イエーイ、おつロック。豆乳を体内に投入します。豆乳、豆乳。あずき豆乳じゃないですね。なんやこれ、どんな感じかな。ハバネロ味。やばい、ハバネロ味やったらやばい。口から炎出るやつやん。ヒーハー。たまにコメント迷子になる。あ、なります。そう。あと読んでなかったら来てないとかもあるかもしれん。なんかたまにね、パソコンと表示されてなかったりもして、そう、あーってなったりもする。この場合ぜひメーカー送ってきてください。お、ハバネロ、ハバネロおはようございます、おはようございます。あ、出ないな、なかなか。そう、新しい味でもなんか美味しいかちょっと分からへんのよ。今回果物系なんですけど、果物系の豆乳です。プレステ、プレステーション、すごい、ゲームやってたら朝になる。あ、でもあるあるですね、いいですね、いいな。プレステ、プレステーションすごい。あ、でもなんかプレステーション持ってるとめっちゃゲーマーみたいな感じで、ちょっとかっこいいですよね。なんかこういう形のゲームなんかすごいなと思う。豆乳鍋好き、いや、わかる、一緒、美味しい、美味しい。あ、正解が来た。そう、果物系。あ、バニラでもなく、マンゴーでもなく。マンゴーは前配信で飲んだ。もういないかな。豆乳鍋好き。好きです。豆乳美味しい。豆乳鍋したいな。したいな。来た、正解が。じゃじゃん、緑色。今日はこの豆乳飲んじゃう。これプリンにもって書いてる。うわ、めっちゃメロンの匂い。もうここら辺からもうメロンの匂いがすごい。鼻のツイート探りました、反則それはわかるね、さすが。そうなんですよ、過去のツイートに載ってる子です。もうこれ飲んじゃったら、あともう次変わり種ですって言ったら分かっちゃうかもしれんわさび味、あ、確かに緑やからぽい。わさび味、やばい、めっちゃツーンってするやつじゃないですかやばい、ということで、やばい、匂いめっちゃメロン、やば。いただきます、皆さん乾杯。いただきます。あ、メロンの泡だなったメロンや、メロン、あ、やばい、めっちゃメロン、やば、想像してたメロンじゃない、メロンソーダ。そう、私もメロンソーダ系のメロンやと思ったら、リアル、リアル、リアルガチの。ほんまの方のメロンやったから、びっくり。びっくりだ。なんか本当にメロンの味する。なんかオレンジのメロンを切って、そう、食べてるみたいな味がします。すごい。リアルガチメロン。でも、やばい、リアルガチ。やばい、やばい、やばい。やばい、やばいよ。やばいよ、やばいよですね。やばいよ、やばいよ。いや、か。やばいよ、やばいよ。ちょっとやばい、やばいって言っちゃった。メロンもアイス候補。確かに、ちょっと残してアイスにしよう。あ、シャーベットになるから。そうしよう。いいこと聞いた。そうします。豆乳凍らせたら美味しいですよ。シャーベットみたいになる。そう、体にもいいし、カロリー低いからおすすめ。一日一回豆乳飲むんですね。でも結構豆乳は飲む。そう、結構
思いますね。割と1週間に割と飲んでる。お母さん登場やばいよやばいよ。え、めっちゃメロン。プリンにしたい。メロン味のプリンってどんな感じなんやろ。え、すごい。え、美味しい。え、普通にメロン。え、美味しいんだ。美味しいんだ。今メロンないんでバナナ味で我慢してます。あ、同じ果物ですね。イエーイ、果物。メロメロパーンチ、メロメロパーンチ強いですね。メロンは豆乳ランキング何位？何位やろう。5段階評価で結構つけてて、4ぐらいかな。 4です。4かな。 3.6 とか4ギリいかないぐらいです。な気がする。凍らせたら多分美味しくなるから、ちょっとそれに期待。ちょっと凍らせるね。そうで、ソーダの、ソーダ凍らせやつと入れ替えで入れます、これ。チョコミント飲んだ時やばいよ、めっちゃ連発しちゃった。あ、ほんましょったっけそんな、ね、やばいよやばいよ。ふんちゃん何でも肯定してくれる。え、あ、そう、そうかな。ほんま、イエイ、ビーポジティブ、イエイイエイ。お、メロンガムで検索したらドッグフード。メロンガム、メロンガム、そんなガムがあるん。ガムを検索したらドッグフードが出てきた。メロン味なのかな、不思議な。ドッグフード、すごい。キッコーマン、あ、そうです、そうなんですよ。メロン味キッコーマンさん、カルシウム配合って書いてる。え、すごい、なんかすごいすごいすごい。スーパーにメロンソーダ豆乳なかったね。メロンとソーダ混ぜたメロンソーダできた。メロンジュース、あなたにあげたいメロンジュースを。3.6 って幅微妙な数字、意外と高いね。意外と高いかな、 3.6 凍らせてちょっと様子見ます花の乳は二度と買わないのに。で、乳はマジで、そう、あのほうじ茶がちょっとねダメでしたで、私はちょっと甘いお茶苦手でした。おはようございます。スイーツよりも豆乳の方が多いですかね。あ、全然多いと思います。スイーツ代わりな感じがする。普通に凍らせてなんかシャーベットっていうかアイスにしてて、そうだから豆乳が一応スイーツみたいなもんなのかなかも。あ、おはようございます、ハンナバーちゃん。毎朝早起きすぎハンナバーですかね、もう早起きしすぎて。早起きなんじゃ。僕はメロン豆乳より嫌な方が好き。というかチョコミントどこ、ハンナここチョコミントどこほんまないん。なんで私に見つけたんやろ。何やろ、大型のスーパーとかにしかないんかな。マジかマジか。めっちゃ運よくに逃げてるんじゃないけどなんていう、逃げ切ってますねじゃないけどびっくりびっくりびっくり。5時15分に起きたけど即寝落ちしました。おはよう、おはようございます。5時15分、あ、ちょうど配信始まった時ぐらいかな。びっくり。あ、すごい。マルさんのかき氷味が気になる。マルさんさん、あ、違うメーカーさんか、かき氷味、ね、気になる気になるな。いちご味、何個か味あるんやったっけ。いちご味とかいちごかき氷とかかな。へえ、気になる。あったらちょっと試します。試す。ほうじ茶が多分キッコーマンさんじゃなかった気がするのよ。丸
丸さんさんかな、丸さん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 、あ、チョコミント、チョコミントはね、あの、なんやろ、測定外なので、もともと好きじゃないから、もともと何食べれんからかな。私のうさぎさんがめっちゃ好きです。冒険しないから、紅茶かチョコミントしかしないからね、定番って決まっちゃうよね。私もずっとお紅茶しか飲まんかコーヒーかな。メロ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 、あ、すごい花が入った、なんかハートの顔の人みたい輪郭ハートでーすって感じできてるんかな、ハートできとった、今日のハート。あ、おはろく、おはろく、おはようございます、イエーイ、おはよう、今日はロックの日です。で、一発ギャグ、豆乳豆乳太んだ、豆乳の作詞作曲をハンナがやろうって、豆乳の曲ですか、豆乳ソング、豆乳豆乳、はよ、今日も、はいね、じゃあ仕事始まるから、どう、お仕事行ってらっしゃい、来てくれてありがとうございました、仕事頑張ってください、ありがとう、行ってらっしゃい、ズロックです、ズロック。あ、夕張メロンガム通販で140円になったけど送料が1400円、高っ、それはね、気をつけんと、怖いね、なんてこった、危ない、ね、遠いかな、場所にもよるよね、メロンがの形、メロンのデザインや、びっくり気づいちゃった。ガムか、私ガム食べれないんですよ、すごい、うーん、悪くないだろう、シーガタートや、それも悪くないだろう時は戻そう、ミルクのように優しい大豆っていう豆乳、え、そんなあるん、あ、見たことあるかも、なんかちょっと大豆の絵描いてあるやつよね、なんか黒で丸みたいな感じじゃなかったっけ、フォントがね、めっちゃ可愛いよね。あ、ちっちゃいパックのやつ？こんなちっちゃいパックじゃなかったっけ？これの半分みたいなサイズの。ちっちゃいやつかな？結構ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。どんなんやったっけ？ちょっとまた飲もう。他のメーカーさんとかも出てきたりします。あ、なんてこった、はんなこった。なんてこった、はんなこった。なんてこった、はんなこった。なんだ、アビューラビーからなんか連絡が来たぞ、おうちフェス、え、マジか、いつ、わあ、めっちゃ前じゃん、でもなかったです。あ、しぐらさん、ありがとう、バラありがとう。ガム食べれない、あ、ガム食べれないです。そう、チューイングキャンディーはいけるんですけど、そう、ガム食べれん、ついてるかいい、今日はそう低めいいです、わー、ありがとう、もっと嬉しみ、豆乳ターンできたの、作ってない豆乳ですか、キャーあ、おはようヨーグルト、班長おはよう、ではもう一回寝ます、おやすみ、おやすみなさい、おはよう、ありがとう、3000人超えてる、来てくれてありがとうございます、3000人の方、ザーコインロッカーズのハンナです、秋元先生プロデュースのガールズバンドザーコインロッカーズでギターを担当しております。ツイッターインスタやってますので、ぜひフォローしてくれると嬉しいです。あの、セカンドシングル僕は幸せなのか発売しました、オリコンのランキングね、8位ですね、ありがとうございます。ぜひぜひ興味あったら MV も出てますので、ぜひ来てくれて嬉しいです、ありがとう、来てくれて、気軽にコメント待ってます。あ、クインちゃん、お、ハート、ありがとう、ハートありがとう、チキン、ありがとう、で、ハート、ハンちゃんおはようです、おはよう、おはようございます、おはようございます、おはようございます、神戸って、あ、兵庫、イエーイ、ハンナ、おはようございます、毎朝毎日車でボクシア聞いてるよ、あ、本当ですか、ボクシアは嬉しいな、ありがとう、ボ
か幸せなのか、ね、ありがとう、嬉しい、たくさんたくさんぜひ聞いてください。出た、はなちゃんのスタンド ね、 ね、出てきました、ザ・コインロッカースタンド召喚しました、ありがとう。ツインテールとフェアリーテールどっちが強いですか？それはやっぱ最強、最強フェアリーテール、ツインテールかなあ、フェアリーテール、これフェアリーテールかなあなたと出会ったの、お、運命だ、運命だ、愛なのか、おもろしか、運命だ。昨日お買い物行ったお店でおきちゃん流れたよ、え、ほんまに、嬉しい、え、お買い物ってことは、え、なんかあれかな、トゥ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 みたいな、え、ボーカルとか入ってた感じでした、音源かな、びっくり、すごい嬉しいですね、その報告は初めて来た、え、ありがとう、教えてくれてびっくり、うわ、嬉しい、いいな、あ、あらあらあら、無駄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 、仙台です、え、仙台は、仙台でラジオとかもあったし、わあ、流してくれたかな、わあ、嬉しいですね、仙台から、お、ありがとうございます、教えてくれて、お、あら、かわいい子ね、と教えてくれてありがとう、お、通りすがり、ありがとうございます、ありがとう、リースト、おはようございます、おはよう、ちょっと待って、やー、ちょっと待って、あれ、どこ行った、どこ行った、動画、あった、マジでピントのね、ね、やつ、みんな覚え、みんな覚えなんじゃないけど、覚えてなりそう、ワン、ツー、スリー、フォー、ちょっと面白いかな、思います、頑張ろう、え、止まっちゃった動画、ワン、ツー、スリー、フォー、イェイイェイですね、お、はんちゃん今日は仕事ですか、あ、今日はないんですよ、今日はないです、今日なんか課題じゃないけどみたいなのは出てるので、そう、あ、それはね、やらなくちゃいけんかなという感じです、あ、なんか動画破損しました、壊れた、真っ暗なんか動画真っ暗、壊れた、待って待って待って、待って待って、キヌ消えた、あ、いたいたいた、出てきた出てきた、これ反転してるから、いえいえい、あ、左でやらなくちゃいけんか、むず、これ反転させたらよかった、一瞬だけ覚えます、私めっちゃ時間かかるから多分、やば、あ、あ、戻った、あ、ん、ちょっと待った、なんかちょっとすごい顔で止まってる、なんで、君にワン、ツー、スリー、フォー、イェイイェイ、君にまで、マジでピンときちゃったんだまでも覚えます、イェイ、君に、あ、ダメです、もうダメだ、もうわかんない、マジでピンときちゃ、あ、もうダメだ、もうダメだ、むず僕は幸せなのか、あの TikTok の踊ってるの花あります、なんですけど、あれもめっちゃね、覚えるまでが大変、ダンスすごいなー、おー、すごいすごいなー、キヌさん破壊したらね、ファイルが真っ暗になってびっくりした、びっくりした、なんかちょっと重いのかも、電波が悪いんですよ多分、そう、そう、なんかなんですね、ちょっとずつ覚えよう、今日はここまで、今日はここまでです、ワン、ツー、スリー、フォー、イェイイェイ、君にまではできた、ここまでですでした、7時まで配信しようかな、7時前、7時ぐらいかな、今日は7時です、お、アジサイありがとう、わー、アジサイありがとう、アイさん、アジサイ、ありがアジサイ、 TikTok やってるのだ、ザコインロッカーズの公式 TikTok があって、そこで、そう、
あのザ・コエノッカで僕は幸せなのかセカンドシングルなんですけど、それのボーカルがやってる振り付けがあって、手話なんですけど、僕は幸せなのかの歌詞にあった手話なんですけど、それをメンバーがあの、みんなやってたりします。そう、ハンナもやってるんですけど、そう、君をどんなに好きになってもやりますので、ぜひぜひぜひハートピンクにしてくれたら嬉しいです。ハンナは結構高めのツインテールでやってます。眠いけどハンナちゃんの顔が見たい。あ、ほんとツインテールかわいい。どうもありがとう。イエイ、ツインです。ツイン、低めツイン、まさげ、お、Tさん、イエイ、嬉しい、ありがとう。すごい、アバターが、食パンが出てる、かわいい、かわいい。うん、あ、ちょっとお仕事出る準備で間に合えば来ますね。あ、来てくれてありがとう、ありがとうございます、ありがとう。チャック、いつ完成するんだよね。ちょっとほんとそう、ダンス、ダンスかすごいな。ダメだ、また動かなくなっちゃった。もう一回読み込みます。え、ちょっと待って、反転だから、反転だから、ちょ、全然わかんない、これくらいのすごい、もうちょいいけるって。え、もうちょいいけるかな、ちょっと待って、じゃあもうちょいいきますね。え、なんかもう絹から、あの、いけたとか来たんやけど、もう全然いけないんですよ、もうやばい。そう、耳に、え、ちょっとわかんない、やばいやばいやばい、めっちゃ踊ってる、かわいい、かわいい。え、ちょっと待って、めっちゃ巻き回してんのに全然ダメ。こうか、マジでマジでピンと来ちゃったんだか、マジで、え、合ってんのかな。え、カバーオン、こっち向きで、こっちだな、だからこっちの手だ。え、なんだっけその前、やばい、ダメだ、ちょっとね、あの、ちょっとずつやりますこんな感じです。探してみよう。ダウンドぜひぜひ見てください。仕事出るので、ダ、おじゃろくん来てくれてありがとう。仕事もありがとう、いってらっしゃい、気をつけて、いつかライブでも踊ってる姿見れるかな。どうなんだろうね。でもダンスとかやってるメンバーとかもいますので、そのメンバーが結構踊ってくれるかなと思います。ハンナはここで弾いてるかな、かな、とダンスは、ね、なかなかむずい踊る人すごい、すごいよ。あ、お弁当箱に、お弁当箱にこれくらいの、ね、ちょっとごまかしがすごい、ね、あ、朝風呂入ってきた、どんどん、あ、いいですね、朝、朝、朝派ですか。あ、おはよう。あ、みんなも、あ、もう朝ごはんとか食べてるんか。あ、お弁当箱に、お弁当箱に、そう、催促、催促、催促ってこと。待って待って、もう全部忘れた。ワンワンツースリーフォー、イエイイエイ、君にマジでピンとき、ちょっと待ってねやばいよ。あ、わかったわかった、来ちゃったんだまで行きました。来た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 、やばい、これくらいのやばいよ。さっきはね、スキーさんの竹内直美さんがルームに来られてました。本当ですか、嬉しいです。あ、反転、確かにね、反転すればよかった。動画これどうやって反転するんやろ。パソコンの反転の仕方がわからん。パソコンのじゃないわ、パソコンの画面の、画面じゃないわ、ファイルの反転の仕方がちょっとわからん。待って、ワンツースリーフォー、イエイイエイ、君に、え、なん、ちょっと待って、わからん、マジでピンときちゃったんだみたいな感じです。やばい、アレンジがすごいぞ。しかも二人ともやってること違う、泣いちゃう。君に、うわ、なんか
んかもぞもぞになった。マジでピンと、マジでピンと来ちゃう、違うな、マジでピンと来ちゃったんだか、こっちだ、右が上ね、右が上ね。ちょっとここまで、ここまでやります。今日ここまでやる。あ、声の数に花ちゃん高め、高め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 ツインです。高めツインで聞いてますよ。まとめたシュまとめましたね。この後頑張ります。めっちゃ時間かかるけど頑張ろうと。今日中にできたらいいな。あ、はなちゃんギター回転させちゃって、ギター回転します。え、難しい、すごいね、ほんと。いや、やば、うわー、ちょっと教えてもらおうと。あ、またファイル破損しました。真っ暗、もうダメだワン、ツー、スリー、フォー、イェイイェイ、君に、上、右が上、ピンと来ちゃったんだ。だって、なんかこんな感じ、世界回しました、みたいな感じでした。泣かんといて、ピエン、ピエン、マジで、マジでピンと、ピエン。ピエンジェル、あ、まとめた。おにぎりおにぎりぽいおにぎりいただきましたけれどもね、朝ごはんです。おにぎり適当。はんなちゃんね、難しい、そうちょっとずつ覚えます。そう、でもここまでいけてる。ワンツースリーフォーイェイイェイ、君にマジマジ、君にマジでピンと来ちゃったんだ。だってどっち回しだろう、どっち回しなんだろう。世界を回して TikTok に上がるの楽しみにしてる。わあ、頑張りますね、頑張ります。 目標でできるように頑張る。チョコミントのピノうめえって、え、ほんと美味しい。チョコミントのピノって出とったんや、びっくり。ギター弾くより簡単だと思うけど、いや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 、ギターはなんか自分が何やろ、ギター好きやから覚えれるんですけど、そうダンス全然、そう、すごいな、そう覚えれない、やばい好きなことはすぐ覚えれるんですけど、ギターすごいな、すごい。朝から歌声も聞けそうな感じ、元気だ、ダウンド嬉しいと、ありがとう、イエイイエイ。ここまで覚えたらちょっと今日はそう終わりますねやばいね、やばいやばい。ファイルが壊れたんだった。ワンツースリーフォーイエイイエイ、君に、やばい、早い、ツー、スリー、フォー、イェイイェイ、君にマジマジマジでピンと、あれなんでやばいやばいやばい、マジでピンとって、じゃあこうか、マジでピンと来ちゃったんだ。でちょっと回す方向だけ確認します。こっちだ、右、右ですね、右です、右、んんこんな感じ、頑張ろうっとこうですね。オッケーオッケーオッケー、今日はここまで、じゃとりあえずここまでです。ということで、ダンスピンと合ってないよ、マジでピンときてない、ダンスダンスマジでピンときてない、パキッとやばい、あーね、すごいなーと思う、本当すごいなー。君に君に君にマジでピンときちゃったんだ、だって右会った瞬間僕は恋をしたいくつじゃ説明はつかないだろう朝から元気ね、朝から元気ですね、もうそろそろ7時や、お腹が空いてきました、ダンスしたらもうお腹空いた、ね、お腹空いてきた、お昼ご飯食べます、お昼ご飯、朝ご飯か、食べますね、メロン、今日は、豆乳メロンでした。ありがとう、おはよう、おはよう、なんかわからんけど、とりあえずよしとりあえずよし、イエイ僕は今恋してるよ、僕は今恋してる
イエーイ、よしよしってきてる、君にピンときてますか皆さん。イエーイ。お朝ごはん何食べる？あ、ね、昼ごはんって言っちゃった癖で、朝ごはん何食べようかな、そう、何も考えてない。いや、ほんまや、何食べよう、何食べようかな、何食べよう、何食べました皆さん朝、何食べようかな。お昼ご飯って言ってまーレベル、いやほんまそれ、お昼ご飯あちゃーマジで、あよ、お昼ご飯じゃないわ、朝ご飯、いや、やばいやばい、バサ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 、つばさつばさ、お昼、うん、何、お昼じゃない、もうお昼って言っちゃう、お昼、朝朝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 、よっしゃー帰ってきてフォローしました、たほまちゃん来てくれてありがとう、おかえり、いやー、ぜひぜひよろしくお願いします、嬉しい、おかえりです、よろしくです、ハンナです、よろしくお願いします、はおはようございます、今から出勤しますと、お疲れ様お疲れ様、おはようございますね、これからや、わー、気をつけて来てくれてありがとう、仕事頑張ってください、おはよう、すごいゆっくりになりました、なんかザワールド、この時間になるとザワールド発動されるんですよ、例えば昨日もそうだったよね、なんかこの時間ショールーム渋滞するんですかね、渋滞中、ただいま渋滞中、うーん、まだ豆乳だけ、あ、一緒、イエーイ、そう一緒、まだ豆乳だけなんよね、そう、そうなんよね、うーん、何しよう、今メロン飲んじゃったからな、しらす、え、しらすない、しらすない、あ、イカナゴがね、あの兵庫県不良で、そう、イカナゴ全然取れへんらしい、キャー、ところてん、え、ところてん、ところてん美味しそう、ところてんって、すごい、朝ごはん、もう用意したいわ、食べたいわところてん、パン、パンか、朝、え、ご飯炊いてたっけ、炊いてたっけ、それによるな、それによるな、2回言ったよ、なんかあ、朝起きて3時間近くになるから、ブランチね、ブランチか、ブランチ、ブランチですね、そうだ、朝でも昼でもない、ブランチだ、そうだそうだそうだ、朝ごはん9時ごろ、9時ごろ、わあ、それ、それこそ、それもブランチですね、ブランチだ、ブランチ、朝無調整豆乳だけね、朝、朝豆乳、朝豆乳だけ派、一緒、ね、豆乳どうしようかな、あ、時を止めて二度寝したい二度寝いいですね、あ、家帰って寝ようって思ってた、二度寝おやすみー、すやー、ね、遅刻しないようにお気をつけて渋滞中、ピタッピタッピタッ、あ、兵庫名物イカナゴ来たね、イカナゴね、なんか全然、なんか今回なんかイカナゴ全然、何やったっけ、兵庫県何やったっけ、あのカナゴンだっけ、何やったっけ、めっちゃ湧いてて大変って言ってて、今度イカナゴが全然ね取られへん、大変ってなっててびっくりです、あ、初見に人来てくれてありがとう、ザーコインロッカーズでギターを担当してます、ハンナです、イエイ、兵庫県、そう、兵庫県出身、19歳です、よろしくお願いします、来てくれてありがとう、コメント嬉しい、秋野誠二さん、よろしくお願いします、ご飯炊くとか想像できへん、ピーってやるだけですよ、ご飯さすがにかまどとかでやってないですよ、ふーとかやってないですよいらっしゃいですね、今朝はちょっぴり暑いね、ね、今日はね、お昼とか30度とかなるらしいから、水分補給して熱中症には気をつけてね、今日は一日頑張りましょう、というメガドンキで3本で170円ぐらいで大安売りしてるよ、え、本当、え、嘘、私1本100円とかで買ってますよ、100円、90円とか100円とかで買ってる、
なんてこった、ドンキ、ドンキってなかなかないんやけど近くに。マジか、街に出なきゃいけん。あードンキか、でも安いな。女性豆乳にシナモン、シナモン、美味しそう、シナモンだもん美味しそうですね、いいな、それはナイスアイデア、シナモンはナイスアイデア、うわ絶対美味しいじゃんシナモン豆乳。イカナゴの国クギニで、ご飯3杯いけるね、イカナゴの国に美味しいよね、美味しい、ご飯のお供です、お供ね、今年はねイカナゴね食べれないんかな、なんか全然取られへんって言ってた。あ、カメムシか、あイカナゴ、イカナゴはなんか甘いやつに、甘いって言うんですかね、なんかつい、なんかそうそのままで食べない、そうご飯とかお供みたいな感じで食べるかな、食べます。今年はサバがすごそう、あそうなん、サバか、サバは缶詰で、なんか缶詰でしか買ってないな、サバか食べれん今のところほんまにすごい、釣り好きのペットさんが言うなら間違いない、行こう、サンちゃんの子だよ、かまどでかまど、でも絶対美味しい、おこげの部分は私がいただき、ね、おこげ美味しいよね、明石焼きも有名ね、明石焼き、そう明石焼き、兵庫県明石焼きです、ボリューム満点、激安ジャングルね、すごい、そうみんなであの去年そうみんなでクリスマスパーティーとか去年した時に、そうメンバーで何人かでした時とか、ドンキとか行って、あのご飯っていうんですか、お菓子買ったりして、菓子パして、ね、やりましたよ。 おはようございます、コメント始めましたのはずと、カシさんコメントありがとう、わ嬉しい、よろしくです、よろしくです、わ嬉しい、北海道イカナゴ食べない、北海道ってイカナゴがいないんかな、北海道って鮭じゃない、鮭のイメージ、わー海の幸美味しそう、いいな、北海道一番何やろ、鮭かな、無印のサバ缶気になってる、え、そんなん出たん、てか無印めっちゃすごい、サバ缶、ぜひ食べてみて、気になるな、無印気になる、食べたい食べたい、マジか、いいですね、そんなんあるんやん、てか缶詰見たことない、びっくり、あイベントか何かですか、いやイベントじゃないよ、イベントとかではない、そうないんですけど、そう今日は朝配信で、そうこの時間にやってるという形感じです、イベントはないかな、こんな感じどうなんやろ、あのアバターってどうなったんだろう、まだか、まだかね、もしまたあのやつとかイベントとかだったらぜひよろしくお願いします、どうなんでしょうね、あーお、はんちゃんおはよう、今日も早いね、おはようございます、おはようございます、昆布13人のメーカーもあるみたいなのが買ってくるわ、あ、本当ですかね、昆布こんな出てないかなと思うんですけど、13人出てるんかな、メーカーか、なるほど、なんだろう、あーぜひぜひね、ぜひぜひ、いってらっしゃい、お、鮭鮭、サンマ、ホッケ、サンマ好き、美味しい、すだちで食べたい、 おはようございます、おはようございます、朝強いね、そう最近、そう最近は朝強いです、今度祭りなにツナのおにぎり食べる嫌がらせしてあげて、でもあの祭りながツナのおにぎり好きやから、ずっとあの食べるから、なんやろ、必ず何なんていうの、差し入れじゃないんですけど、なんていうんやったっけ、ケータリングにはツナがあったんやけどさ、そうあの今1年間食べへんっていうので、ツナのおにぎりがそう余ってるんですよ、そう
やからでも食べてあげたいけど祭りなおるからやけど食べてあげるねっていうのもあるしみたいな、ね、そうツナのおにぎり嫌がらせなのかどうなのかどうなのかツナ普通に美味しい。お、かゆくてびっくりどありがとう顔文字ひー朝アラーム何個で起きれる？朝はアラーム何個で起きれるかな？朝は朝はでも1個かなで起きれる。あでも2個つけてるかな。携帯？スマホのアラームと普通に目覚まし時計つけてます。2個つけとるよ。アラームでもなんかアラームめちゃめちゃビビる。すごいビビビビってめっちゃビビります。なんか。設定してる音がめっちゃ怖いんですよ。それでわーっと思って起きる。パフェイワシ、イワシパフェ、美味しくなさそう。美味しいんかな、合うんかな。美味しいんそれ。美味しい。私は。おはようございます。初米とソメさん、おはようございます。初米ありがとう。おはよう。ああ、ちょっと待って。朝ごはん何食べるかな話やん。やば、全然。あ、卵焼きします。卵でなんか作る。卵はあるんですよ。卵決定。大急ぎ卵決定しました。あ、僕は恋をしたんだ。めっちゃ可愛い。僕は恋をしたみたいな感じ、かわいい。あ、ナイスのチョコレート半額になってるの購入した。してないしてないしてない。したっけ。北海道行った時は買ったかな。買ったかな。おはようございます。おはようございます。お、4000人の方来てくれてありがとう。ザーコイロッカーズのハンナです。京都先生プロデュースのガールズバンドでギターを担当しております。よかったらツイッターにしてやってますのでぜひフォローしてください。よろしくお願いします。朝ツイートもしました。朝ごはん自分で作ります。そう、あの生きるために、そう食べるために作ります。簡単に。よし、卵何がいいかな。と簡単に作れるもの、ご飯があったら卵とご飯で作ろうと。メロン豆乳を割ったら冷やすんですよね。冷凍庫かに入れて。サバイバルね、ほんとサバイバルです。サバイバー生きるためです。お生きるため。アラーム最近僕シェアにしてるよ。アラームを音楽にする方法調べよう。好きな音楽とかにしたいな。ね、あ、本当ありがとう。どれくらいで目覚めるんですか。イントロとかどうしよう。一曲とか終わってたりしない。タラララララハって止めれる。あ、朝ごはん作ります。卵はの豆乳ね、どうしようかな。卵スクランブルエッグか、ま、適当に目玉焼きするかって感じ。エコーズフェーズ3。明太子か、ハード型卵焼き。マジでかわいい。明太子入れるん、どうやって入れるんやろ。明太子かいかのビビった。だほんとぜひぜひハンナよろしくお願いします。応援してくれると嬉しいな。ほんとすごいコメント嬉しい。あー応援してくれると嬉しいな。コメント嬉しい、よろしくお願いします。卵かけご飯 TKG にしちゃうか。 TKG お仕事行ってきます。いってらっしゃい。来てくれてありがとう。つろくです。つろく生きるための料理配信希望。本当でも私の料理配信とか手袋とかしてたりする系なので、ハート型卵焼きね、いいな。簡単にできる。本当笑いました。ショールームもツイッターフォローしたらいただきます。あ、ね、ぜひぜひ待ってます。待ってます。来てくれてありがとう。嬉しい。ありがとう。
イントロでは止めれない、サビまで行っちゃう。めっちゃ行くやん。君をでももうそこまで行ったらもうあれですね、もうね、歌っちゃうからサビ。ね、なんか止めたくなくなるよね、サビまで行ったら。サビ終わってからアラーム止めようと思っちゃいそう。いいな、牧師屋のあの何、イントロチャレンジ、目覚ましチャレンジ。牧師屋チャレンジ、ねね、朝起きた時に どれくらいで止めれるか。面白そう。私もなんか曲変えれるやり方、変えよう。そう、朝怖いんですよ、なんか設定されてるやつなんですけど、アラーム鳴る1分前ぐらいに起きる。あ、わかるわかるわかる、あります、あります。そう、朝起きたら、ね、そう1分前とかで、ね、あれ不思議よね、なんで起きれるんやろ。タラーン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 ですか、ロッキー風に。走らないと、グレーのパジャマで、パジャマだっけあれ。おはようございます、プロットさん、プロットです、プロットさん、初見さん、ありがとう。ザーコイノカーズハンナです、よろしくお願いします。来てくれてありがとう。初日までには訪問者数1万いくんじゃない、行くかな、そしたら嬉しいなと思いますね。たくさんの方来てくれて嬉しい。あ、ね、誕生日あと3ヶ月、さそうって言って3ヶ月切りましたね、誕生日9月4日、ね、あ、私はどうなることやら。あ、朝目覚ましに使った曲って嫌いになる噂もあるけど、どうなる。本当は何するかちょっと考えよう。何しよっかな、何がなんか寝起きいのかとかも気になる。オムライスいいよね、オムライスいいな、作りたい。でもちょっと時間かかるかな、何しよっかな。行くるためにハンナ配信元気もらってます、ありがとう。行くるための破壊。行くるための破壊。牧師屋チャレンジ頑張ってます。わあ、ぜひぜひ。ぜひぜひ。また教えて。カウントありがとう。ルームフォローしました。ありがとう。ツイッターもインスタもやってるので、フォローお待ちしてます。わあ、よろしくお願いします。あ、アラームで鳴る曲嫌いになるって書いてる。え、ほんま？え、何しようじゃ。ちょっとどうしよう。私がどっちのパターンかがまず分からんから。何かでじゃあ試します。なんか、有名な曲とかで試そう。何が今流行ってる？何が流行ってるっけ？プレテンダーとかパプリカとか、パプリカみたいな、あれどうやって始まるんやろ、曲がりって止めるんかな。いけるかな。かわいいだ、今日来てくれてありがとう。センターさんやろうとやったらぜひ、ね、来てくれますか、お待ちしてます。かな、あ、戻りました。だ、おかに信号待ち前にコメントしました。あ、ほんとありがとう。ハイライン目尻上げてんの見てみたい。あ、ほんとですか、ほんま、ね、ちょっと上達してきたらやりますね。そう、安定してきたらやる、やりたい、やってみたい。目尻上げるか、ほんと白のアイライナーとか欲しい。こしあのピアノイントロ嫌いになるで、ゴリが弾かないでって言いそう。やばいやばい、タララタラストップみたいな。あー、マジか。でもなんか逆にプロってきたら、あのピアノのイントロ行く前にあの止めれそう、ちょうど始まった瞬間みたいな、タタタが始まる前ぐらいで止めれそう。できへんかな、ちょっとやってみたい気持ちもある。なんかでまず試します。何しようかな、おすすめの曲ない、皆さん。鳥にする、おはよう、おはよう。ツイッターインスタフォローします。あ、ぜひぜひフォローお待ちしてます。イイ、昨日ホームセンターでそんなことないように流れてきたけど、カンナのハンナの顔だった。本当そんなことないよ、ね、エレギターで弾きました。わー、本当イイ。そんなことないよ。おはよう。マジピンの方が現れそう。確かに。ただのイントロだ。と、てた。マジピン。ね。確かに。日曜日の朝とか起きるの大変そう。日曜日の朝って。日曜日の朝に止めなあかん。わあ、おもろい。
やっほ早いね。あ、おはよう。もう終わりそうやね。今日は早くから出ました。朝は卵を食べようかと思います。楽曲何しようかな。ちょっと、アラームいいこと聞いたからそれにする。帰ってくる。覚えてるかな。ちょっと覚えよう。変えます。変えよう。アラームマジピン流行ってる。え、起きれる。お、早朝キスメイクで配信、できるかね。まずあれがないや、白黒の塗るやつ。ビートルズのヘルプがアラーム良さそうね。ハリーサンバリヘルプで止めるっていう。そこまでまだな。やっぱ聞きたくなっちゃう。今日関西は猛暑ね。なんか今日なんか30度とかになるんやったっけ。なんか暑くなるみたいなやつ。今日温度起きるっていうのもやってました。どんな。イントロ、難しいな。何が起きやすいかな。おはよう、おはよう。ツイッターにリプさせていただきました。ありがとうございます。見ます。ありがとう。ツイッターのリプ見てます。ありがとう。ステイウィズミーか、ステイウィズミーか。ステイウィズミーか、どんなっけな。難しいな。ステイウィズミー、良さそう。でも結構でも寝ちゃいそうじゃない。寝ちゃいそうかも。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。朝からありがとう。朝から配信来てくれてありがとうございました。お仕事頑張ってください。頑張って。お、そろそろ7時ですね。お、金曜日のおはよう。あ、金曜日のおはよう。おはよう。昔何だっけ、踊ってみたかなんか、そうで友達と気がする。なんだっけ、おはようのオーディションしてですね。会がとばっちり OK、 金曜日は、ね、なんだっけ、頑張らないとみたいな。だって2日会えないから、ね、金曜日、金曜日、毎日音変え、音が変える。わー、どれくらいで変えよう。ちょっと変えてきます。よ、 We will rock you か。あ、起きれそう。起きれる。それは起きれる。あ、起きれそう。目覚ましの音。あ、そうや。チリーカチャで、おはようのだ。そうだそうだ、ほんとだ。でもカチャって言うからあれ止めた気になっちゃって、ね、寝そう。難しいな。ちょっと考えて、そう、今日試してみます。アラーム設定で壊さないように。あ、気をつけます。気をつけるな。今日は最初の部分めっちゃうまく踊れそう。あ、ほんと。ちょっと、ね、イントロってなかなか出てこないね。でも今思ったけど、イントロ聞かないと。見たいよ、後から聞いてみて。あ、ほんと。寝ない。聞いてみよう。癒される歌、ぜひぜひ癒されてってください。あ、ありがとう。スーパーマリオのオープニング、タランタンタランタンタンってこと。起きそう、起きそう、起きそう。タン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 、はいはいはいって言って、あ、でかくなったな。タタタラタタタラタ、あ、起きそう。これ絶対起きる。スターゲットしたところへんで起きそう。あ、金曜日のハイ歌ってる。誰だろう。面白い。誰だろう。調べたら出てくるかな。アラーム設定します。憂鬱アラームにしてたことあったけど、黒谷さん迎えられたよ。ジャガジャーンやからな。確かに確かに、良いかも。良い良い、確かに。憂鬱も設定してくれとったんや、ありがとう。ビートルズハローグッバイもいいね。あー、ビートルズか。起きれるかな。何にしようかな。日本にするか海外にするかも。また飾ってもらっていいですか。ぜひぜひ、プロットさんお気軽に来てください。またまたいつでもお待ちしてます。ありがとう。真っ暗いいと思う。ハンド100個突破。ノム太郎さん、ハンド100個ありがとう。スタンドシュギーン、ありがとうございます。イエイイエイイエイ、ありがとう。お、じゃあそろそろランキング読もうかな。朝ごはん食べてきます。イエイ。朝配信、ドーク配信ありがとうございました。アイドルに見えるで、いや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 、みんな可愛いからやばい。あ、ありがとう、ありがとうなんですかね。ありがとうかな。やばい、すごい眠いよ。ちょっと仮眠しそう。あー、ほんの、それ多い。お、
今日は早起きして正解でした。あ、本当来てくれてありがとう、嬉しい、またまた癒されていってください。ということでランキングを言います。タン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 、うわ起きる、うわ起きる、いいね、それにしようかな。じゃあランキング13位、猫パンチさん13位ありがとうございます。そして12位のぼるさんありがとうございます。そして11位マーブーさん、マープーさん11位ありがとうございます。そして10位Z さんありがとうございます。そして9位チョコニーさんありがとうございます。そして8位サニーハイランドさん8位ありがとうございます。ラッキーセブンギリさんですね。ラッキーセブンはありがとう、ラッキーセブンいいことがありますようにありがとう。そして6位ジョアンさん6位ありがとうございます。そして5位アンジーさん5位ありがとうございます。今日のツイッターの朝投稿が1人目だった、ありがとう。そして4位そしてかぼちゃ先生4位ありがとうございます。そしてでん3位スキピサー3位ありがとう、ありがとうございます。で2位イーチョルさん2位ありがとうございます、イエイイエイありがとう。で1位バイクコザーさんは1位ありがとうございます、1位ありがとう、イエイ、ハッピーハッピーな日になりますように。今日も火曜日頑張っていきましょう。来てくれた方ありがとうございました。はい、初ロック、皆さん初ロックです、初ロック、お疲れ様で、来てくれた方ありがとう。いい朝だった、どうありがとう。運転中だ、本当ボクシャー聞きながらありがとう、気をつけてありがとう。昼ご飯食べて寝るパターン、でも多分今日4時じゃないけど夕方ぐらいに寝そうです、夕方ぐらいに寝そう。はい、お、ありがとう、ありがとう、イエーイ、ありがとう、早くから頑張り屋さん、どうありがとうございます、ありがとう、イエーイ、また来てください、どん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 お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございます。初見とっても可愛い、ギターが得意なんですか、どう、バンドでガールズバンド、バンドでギターを担当しております、ギター弾いております、リードギターをやっております、ハンナって言います、よろしくお願いします。ミーさんありがとう、コメント来てくれてありがとう、ぜひよろしくお願いします。おはようございます、おはようございます、野球ツインテール、今日は低めツインでお送りしました、ありがとう。ということで皆さん4986人の方来てくれてありがとうございました。さあ、恋のカードの花です。興味あったらぜひフォローしてくれたら嬉しいなと思います。さあさあ来てくれてありがとう。今日も皆さんお仕事行ってらっしゃいかな、行ってらっしゃい、おやすみなさい、行ってらっしゃいかな、バイバイ、行ってらっしゃい、おやすみなさい。そうだナイス、あ、そうだナイスと、アラーム変えます、この後、まあ、ありがとう、昨日に続いて今日も頑張る、あ、今日も頑張っていきましょう、イエイ、エンタの神様7時から、あ、じゃあちょっと録画します、あ、教えてくれてありがとう、見てますね、だ、本当、あ、ありがとう、朝から癒されました、ありがとう、あ、ティケさんありがとう、ということで皆さん、あ、またまたぜひぜひ初見さんコメントお待ちしてます、ありがとう、ルームフォローしますね、どラムさんまた待ってます、あ、ありがとう、ありがとう、おやすみゴールデン番組はちょっと寝てます、あ、5000人突破した、わ、びっくり、ザークイの数の花です、ありがとう、朝から5000人の方ありがとうございました、バイバーイ、ありがとう。